こんにちは、龍崎です。河合です。斉藤です。はい、今のラジオトークトゥゲザー第2回の後半です。引き続き今年開催された今のは2023の今のは特別展示室と今のは休憩室として、千葉県野田市のつながりを集めたポップアップストアとして出展してくださった野田の真ん中から CD パックの柿の木さん、海野の海老原さん、ミノレ屋の店主山田さん、喫茶担当の金子さんをゲストに迎え、今のは実行委員として、今のは特別展示室、今のは休憩室のコーディネートの担当と出展もされていたレコード斉藤さんと共にお話を進めていきます。後半は今のはについてのお話を、お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですけど、まず率直に今年にはのはで特別展示室と休憩室をしていただいてどうでしたかっていうのをお聞きしたいなと思うんですけど、後半なんで周り逆にしましょうかね、聞いていく順番の。なので、じゃあまず、ミノルヤの山田さん、お願いします。そうですね、一言で言うと楽しかったですね。まあ、なんか、いい思い出だったなっていうのが、はい。最後もなんかみんなで分け合い話したりとかして、で、ね、来てくれるお客さんもいろいろ話したりとかして、本当に楽しかったです。じゃあ、直美さん。はい。そうですね、今回は天候っていうところも、なかなか大変な環境ではあったんですけれども、まあ、2日間とも、お客様にお会いできる環境を、夕日台形は作っていただいたので、大変だったけど楽しかったっていうのと、やっぱり、みのり屋は、海野の海老原さんと一緒に、今回、お店として出させていただいたので、なんか、多分、どっちを食べに来るお客さんもいたんですけど、でもこっちも買ってみようみたいな、そういうつながりがあって、すごく新鮮なだったのと、なんか、その日を迎えるまでの準備みたいなのも、すごいいっぱいやりとりして、そういうのも含めて、いい思い出になりました。もともと知り合いだったんですか？そうですね。私、エビちゃんとはですね、実は、中学校の時、塾が一緒だったっていう。地元。ミノルヤで、多分20年ぶりぐらいに再会、20年以上ぶりぐらいに再会して、あれ、エビちゃんじゃないみたいな感じになったところから。お客さんとして、のりやさんにいらしたってことですか？出店。出店だよね。エビちゃんがうちでなんかやるって、はい、夏の夜ってなる。旧中村商店の、顔合わせ的な、お披露目会的なものを一回やったことがあって、その時に、ミノルヤで、中村商店で出店する人たちが、いろいろちょっとずつ出して、お披露目会みたいなものですね。その時です。その打ち合わせで、あって、じゃあ本当に岩の輪での、こういうことがあるから、っていう感じで。そうですね。中村商店で出店するっていうところで、そこでですね。なんで、それまでは全然知らないし、別にお互いがどういうことをやってるかとかも分かってないし、むしろもうその塾以来忘れてたんです。20年ぶりの再会をそこでしたっていう感じです。そうですね。お店を一緒にやるっていうのは本当にご縁だったなって思います。ミノルさんはなんか、庭のあと、しばらく放心状態だっていう話を。楽しい思い出で、またやりたいなっていうのが良かったです。ありがとうございます。じゃあそのまま、ゆうらさんお願いします。はい。庭のは、やっぱり天候が印象的でしたねっていうのはやっぱりあるんです。そうですね。はい。でも、なんか、あれがあって、一日目すごい大雨の中搬入したっていうのが結構印象的だったりしつつ、で、なんかそれぞれ野田でやってるっていうのは知ってるけど、そこまでこう深く知らないというか、
まあ、互いに知ってたりもするんですけど、知らない人たちもいたりとかして、僕で言えば、寺田さん夫妻は、そこまで交流がなかったので、その時初めて、ほぼ初めて、どういう人たちかっていうのを知るきっかけになったんですよね。庭の輪っていう場所がきっかけで。だったりして、その搬入したりとかもする中で、一緒にこう手伝い合いながらやっていくっていう中で、互いを知っていくっていうプロセスになったので、そこは庭の輪っていうこう、あの場所がきっかけになったっていうのはあり。で、しかも、1日目がその中止になったりして、じゃあ2日目やろうってなった時に、意外とあの、早い時間からお客様、というか、庭の輪に向かうお客さんが、旧平井家の前、多かったんですよ。うん、なんで、予定であれば、11時オープンでしたっけ、うん、?11 時オープンだったところを、結構その、通る人が多かったり、まあその、なんかやってる感を見て、問い合わせてくれる方が多かったんで、うん、1時間前ぐらいの段階で、これ開けるかっていう感じになったんですよね、みんなで。で、まあ準備、整ってない部分もあったんですけど、なんとなくこうみんなで、開けちゃおう、行こうみたいな感じで、ゴーしたんですよ。なんかあれは、あの場にいたみんなの、なんとなくこう、一緒にぐわっと、一個の方向に向かっていった。しかも、昨日の分を取り返さなきゃみたいな部分もあったりとかして、なんかいい意味で、一体感が生まれた瞬間を感じたなと思って、結構可視化された瞬間だったと思うんです。なんかあれは、いい時間だなと思いました。はい。じゃあ、上原さん、お願いします。はい。来てみてですけど、まずなんですけど、出れてよかったなというか、斉藤さんに今回お誘いいただけて、もう本当にそれがありがたいお話だったなっていうと、あと実際に出展してみてはもう、まあ、楽しかったのはもちろんなんですけど、それと同じくらい反省がすごい残ったなっていうのは自分の中であるなっていうのがまあ感想ですかね。もっとできたなとか、もっとやれることが、あの、まあ、7時間、8時間ぐらいの中でもっとやれたことが、終わってみて分かることとか、終わって冷静になってみると、あそこでもうちょっとああしてたらとか、こういう風に並べてたらとか、あれがあったらよかったとか。例えば。例えばですけど、まあ、なんですかね。お菓子とお茶とかコーヒーとかを、はい、ラッピングして出してたんですけども、うん、それのラッピングがちょっと追いついてなかった。追いついてなくて、そのディスプレイもちょっと、なんですかね、並べるだけみたいになっちゃってたので、もうちょっと多分そこのお菓子とかコーヒーとかっていう、うん、その、パッてわかるものに、なんですかね、キャッチーさみたいなのを作りたくてやったのに、はいはい、それが、ラッピングが追いついてなかったりとか、パッケージが追いついてなかったがゆえに、うん、キャッチーでなくなってた。というか、そこで、なんだろうこれみたいな。あ、じゃあ、お菓子とコーヒーなら買って帰ろうみたいな。今知って、今買えるものというか、そういうので、やるつもりが全然追いついてなくて、できてなかった、ところがありますね。まあ、あとは、その、声掛けの仕方だったりとか、ディスプレイの仕方だったりとか、もうちょっと、入ってきやすさというか、動線をもうちょっと深掘りして考えたら、あ、こういう風に回れたなとか、その靴を脱ぎたくなるような仕組みというか、そういう並べ方というか。そうですね。一回上がってもらう感じです。そうですね。そういうのが、反省点です。はい。なおみちゃん的に何かありますか？反省点。反省点。そうですね。なんかオペレーションとかすごい、まあ、ゆいの村松さんを含めて4人でいろいろ考えてはいたんですけど、なんかもっと、並ぼうとしてくれている方とか、中が気になる方への配慮だったり、お声掛けまでもっと視野を向けられたかなっていうのがあって、やっぱり靴を脱いで上がっていただくところまでも道があったので、うん、まず敷地内に入ろうとしてくれている、気になってくれているお客様へもっとアクションできたかなっていうのは、ありますね。なんか、確かに本当にもっと興奮すれば、お客さんがもっと来てくれたかも、みたいなのはあって、それが、はい、みんなで、なんかもう一日やりたかったね、みたいな気持ちで、なんか終わっちゃったなっていうのはありますね。ああ。確かに。
2日間だと1日目になんかこうやって、うん、の反省を生かして2日目っていうのができるんだけどね、うんうん、残念でしたね、本当にね。斉藤さんどうですか？完全にもう、振られると思ってなかったっすよね。そうですね。なんですかね。まあ出店側、今自分もちょろっと出してましたけど、それはまあどうでもいいとして、まあ、基本的には斉藤の森、無茶ぶりを実行してもらって、ありがとうございますっていうのが一番なんですけど、そうですね。まあ、それに続くというか、今回出たのを踏まえて、この、まあ、後につなげて何かつなげてほしいなっていうのは、オファーした時点が、まあ、これをやろうって決めた時点で、まあ、みんな出てもらったみんなには、後々何かにつないでほしいっていうのはあったので、今の時点では、はい、そこに期待してるところではあります。じゃあ、どうですかね、当日の、そのポップアップストアの、まあ、内容だったり、まあ、フードを担当して、いただいた方には、簡単にメニューとかをちょっと紹介していただければなと思うんですけど、これは、みのれさん、なおみさんがいいですかね。なおみさんで。はい。そうですね。みのり屋としては、お店で人気のものからチョイスさせていただいて、見ていたっていう感じで、まあ、また食べたいなっていうところにつながったりとか、あとお話ししている中でこれ以外のメニューもありますよっていう形でご紹介はしていたんですけど、やっぱり距離的なものでなかなか行けないっていう方もいたりとか、でもなかなか行けないから庭の輪が楽しみでしたっていうお客さんもいて、庭の輪出店のためにというメニューだと、シーパクさんにもご協力いただいたフルーツビネガーソーダも、今の場にはお持ちしてっていう形で、で、そのまま、今、お店でも出させていただいてて、人気っていうような感じになっています。どこをシーパクさんとこうコラボっていうかしてたんですか？シーパクさんが仕入れているソーダを、今の場ではミノリアがメニューとして出させていただいた。エルカフェさんの、はい。ビネガーと。ありがとうございます。じゃあ、海。はい。はい、僕は今回は、ミノリアの中で料理担当っていう位置づけで、あくまでミノリアとして出店するっていう意識で、出店させてもらったっていう感じがあって。なので、意識したのは、やっぱり、ミノリアを知ってもらうっていうことだったりとか、まあ料理を食べてもらって、どんな店なんだろうって興味を持ってもらって、ミノリアっていう場所はあるっていうのを知ってもらうっていうのが、やっぱり一番最初にあったの。で、まあその上で自分が料理を作るってした時に何を作ろうかなって結構迷ったんですよね。イベントで日本食って結構相性が悪かったりして、ゼラチンで固めてる料理もあったりすると、ああいう外だと溶けちゃったりするし、あと時間が経つと水分が出てしまうものも多かったり、あとはスピードも求められたりとかっていうのもあるので、最初の頃とか、なんとか丼あったり、チャーシュー丼にしようみたいな。最初チャーシュー丼にしようとか思ってたんですけど、いや、そんなに肉食べたいからみたいな。暑いだろうし、今のって毎年暑いので、暑い中でそんなチャーシュー食べたいかなとかもあったりとかして、で、まあ、カレーっていうのは、庭の輪がとかじゃなくて、イベントでよくあるなと思ってたので、カレーっていうのは自分はできるけど、外してたんですよね、最初。なんですけど、いろいろ考えていく中で、結局、ああいう、キッチンも、ちゃんとしたキッチンがある場所じゃないので、仮設のキッチンっていう場所で、あと電源も使える電源結構限られてるとかあった中で、まあ、何が表現できるかなと思った時に、まあ、一旦外していたカレーっていう部分にもう一回目を向けて、カレーでじゃあ海のを表現するって言った時に、まあ、身近にある野菜を美味しく食べてもらうっていう部分では、カレーのトッピングっていう部分では表現できるなと思ったので、野菜によって調理法を変えて、で、カレーと一緒に召し上がっていただくっていう部分では、まあ、それはできるなと思って、結局、
最初カレーはしませんって言ってたんですけど、うん、結局カレーになったっていうところですね。はい。じゃあ、木の木さん。はい。内容としては、庭の輪に、なんですか、行かれる方たちに手に取ってもらえるんじゃないかって思っていた、うちでもともとお店でも扱っている山ぶどうのカゴバッグだったりとか、置きかごみたいなものとか、あとお洋服だったり、あとは雑誌とか CD みたいな、うん、そういったものを普段のお店よりも厚めにというか、物量多く持っていったのが、まあ、普段との違いですかね。普段は、調味料だったり、食品だったり、うん、そういったものがメインになるんですけども、今回のポップアップストアに関しては、そういうところをちょっと多めに持っていったっていうのがあります。まあ、もしかしたら、その庭の輪でしか、CB パックの、そのブースを見てない人がいらっしゃる、はい、聞いていらっしゃってるかもしれないんで、はい、その普段のお店から言うと、何割ぐらいのこう商品の量だったんですか、当時。何割？お店行ったら、あとどのぐらい、厳選して持ってきていただいたのかなと思うんですけど。でも、その商品数としては割と、まあ、ちょっとのものもありますけど、うん、なるべく全部持っていくぐらい、結構な物量を持っていったっていうのがありますね。はい、じゃあ、斉藤さん、あと、はい、今日いらっしゃってない、出ていただいた方は簡単に紹介してもらえると嬉しいですけど。そうですね。はい、誰だ？あ、そこにいるな。いや実は来てるは来てるんですけど、恥ずかしがり屋で喋れないっていう、羊と花っていうの出しで、喫茶店って言ったらいいの？を営んでるところが出てました。で、まあ、羊と花には主に、コーヒーと紅茶と焼き菓子を担当してもらいました。まあ、コーヒーにはね、まあ、並々ならぬこだわりがあるらしいんだけど、もういかんせん恥ずかしがり屋で喋れないので、斉藤の薄っぺらい知識からはちょっと喋れないんで、気になった方はお店に行ってみてください。うん、ねえ、この間行ったんですよ。ああ、はいはい。駅前で行きやすいと思いますよ。前に車も止められるし、ね、電車でもね、うん、駅前、はい、すぐだから。車でも行けるし、駅降りて、徒歩、1分。そうです。今1ってあげたんで。1分ですね、はい。ぜひぜひ、行ってみてください。小林さんは何召し上がったんですか？それが私、紅茶を飲んだんです。でも美味しかったですよ、とっても。ね、香りのいい紅茶、なんて紅茶でしたっけ？香春です。あ、香春。美味しかった。っていう名前だけは分かりましたね。はい。香春は紅茶です。はい。はい。気になった方は言ってください。うん、はい。はい、それと、今、庭の休憩室だったんで、庭のは展示室の方から、今日は都合により来てない、寺田聖望店は、聖望店っていうぐらいですから、帽子屋さんなんですよね。で、まあ、主に夏というか、シーズンで、麦わらの帽子と、あとフェルトのハット、これを、あとフローダーで作ってます。で、もうお一人お一人のサイズだったり、まあ採寸から始まり、まあ材料選びっていうか、まあそういろいろ装飾だったり、うん、まあそういうところから、きめ細やか、細やかに、いろいろオーダー、フローダーできるお店です。これが、野田市の、清水公園。うん、これも結構駅からすぐ近いです。で、気になった方は、お問い合わせ、並びに行ってみてください。あ、まあ、基本アトリエなんで、まあ、もし気になったらアポイント取ってみて、それで、アトリエでのオーダーも受け付けてるかと思います。まあ、あとは、そのシーズンになると、いろいろ各所で、オーダー会、受注会を、開催してるので、まあ、気になった方は、まずは、そうですね、インスタグラムか、ブログも彼はやってるので、まあ、その辺チェックしてみてください。それとですね、休憩室もう行って、アイスクリームですね、ペブル
こちらが、まあ、実は、寺田製房店に併設されたアイスクリームスタンドになります。まあ、ここの特徴として、アイスの特徴としては、規格外の野菜や果物を使った無添加のクラフトアイスクリーム。で、常時フレーバーとしては結構何種類ぐらいかな ?6 から8ぐらいのフレーバーが常にあって、それが週替わりだったり、まあ、常に入れ替わる感じではあるので、まあ、その時々で、その季節のものだったり、とか、これアイスなの?アイスになるの?っていう、まあ、素材のものだったり、まあ、面白いいろんなアイスがあるので、気になった方は行ってみてください。そんなとこですかね。はい。あと斉藤さんですね。斉藤さんはまあ、いいとして。まあ気になった方は、はい。どうにか調べてください。まあ、木の照明をね、作られてる。うん。まあ、庭の輪ではお馴染みですよね。はい、何回くらい出てますか、斉藤さん。それがね、はっきり、毎回それ聞かれるのになんか数えとくの忘れて。何回ですかね ?4 回。はい。まあ、それぐらいですよね。それぐらいです。あ、じゃあ、ちょっと聞いてもいいですか?はい。斉藤さんは、はい、みんな、斉藤さんにこの、平井家のことをお願いしたときに、誰か、募ってやってくださいっていう、はいはいはい。お話を振ったときに、はい、こう、皆さん、全員知り合いだったんですか?もちろん知り合いではあって、ただ、話をもらった時点では、平井家で何かやってっていうオファーだったんで、うんうん、別に野田じゃなくってもっていう範囲で、一応最初は考えてたんですよね。うんなんだけど、うん、まあ、野田で集められたら正直楽だな。って思ったんで、で、まあ、まあ、あれなんですよ。野田で何かやってる人間ってまだまだ少ないんで、どうにかなるかどうかっていうのはちょっとその時点で分かんなかったんですけど、まあ、なんだかんだ上げてみると、まあ、これだけいればなんとかなるかなっていう、ところはあったので、まあ、まずは声かけから始めて、でも、まあ、声かけしてる段階というか、まあ、声かけする時点で、まだまだ、ね、まあ、ずっとお店やってるって、もう、ずっと長くやってるっていう人っていうのはそんなにないんですよね。特に、まあ、結構始めてまだ間もないとか、外のイベントとかあんまり出てないとか、そういう人たちが多かったんで、まあ、不安もありつつ、まあでも、期待というか、まあそれをきっかけにどうにか、なんか、掴んでっていう。まあ、偉そうなこと言ってるけど。っていうのがあったので、まあ、まずは声かけして。そしたらね、みんな、前向きな、楽しそう。っていう返事をもらえたので、じゃあ、野田でなんとかなるか。というところで、こうなりました。だから、まあ、みんな知ってはいたんです。じゃあ、最後の質問、いっていいですか?はい。庭のは、実は、今回で、まあ、10回目だったんですよ。まあ、ちょっとコロナで飛んでる年もあるんで、10年目ってわけではないんですけど、開催が全部で10回目だったんですね。で、まあ、この10年でご自身で変わったところがありますかっていう質問と、まあ、今後10年じゃなくてもいいですけど、今後の展望だったりとか、新しくやりたいことをちょっとお聞かせいただきたいなと思うんですけど、では、皆さん。はい。そうですね。あ、そうですね。農家になって、まあ、そうだった農家になって5年経ちましたので。じゃあ10年前、まだ。そうですね。まあ、10年前は多分農家なんかは全然やるって思ってなかったですね。で、まさかこんなお店がやってるとも思ってなかったので、びっくりですね。すごい変化の大きな10年だった。そうですね。はい。今後はどうですか?今後はそうですね。このまんま、ね、ゆるりと続けていけられたらなって形で、はい、思ってます。ちなみに庭の輪って普通に来たこと、はい、ありがとうございます。第2回の時だったかな。
はい、行きました。川村の時。多分あっちだと思いますね。行ったことあります。はい。それでイベントは全然知ってたので、うん、で、斎藤さんからお話来て、うん、あんなイベントに出れるんだってなって、ちょっと興奮したのを覚えてます。はい。その、行った時って、はい、作家さんに興味があって行ったんですか？あ、そうですね。なんか全体の雰囲気がなんか気になったので、うん、そしたら行ったら作家さんのテントとかすごいいっぱい出てて、うん、あと飲食店ブースも、うん、まあ、すごい出てて、そしたらちょうど同級生とかも、いろいろあったりとかしたりとかして、うん、なんか久々の再会とかできて、うん、ああ、なんか千葉はいいイベントだなって思った。はい、思い出あります。確かに2回目だったような気がします。はい、ありますね。そうなんです。はい、じゃあまだ農業もされてないぐらいですね、2回目だったね。はい、そうです。10年ぐらい前だと思う。まさかじゃあ自分がこう出るなんてって感じですね。はい、そうです、まさかでしたね。はい。そう、斎藤さんから最初お話しいただいたとき、あ、あの庭のさんにって思いましたね。はい。確か斎藤さんもね、店に来てくれて、お話があるってなって、しっかり、なんかやべえ、俺やばいことしちゃったかな、と思って。斎藤さんが、実はね、みたいな話になって、はい、それで、興奮したのを、それもまた思い出です。はい。ありがとうございます。じゃあ、直美さん、お願いします。はい、私、結構サービス業をずっと、20歳ぐらいからずっとやっていたので、なんか土日休みとは全く無縁だったので、イベントとかに絶対行けないような働き方をしていたので、行ったことなくて申し訳なかったんですけど、はい、で、それで二宮がオープンしたぐらいから、在宅ワークが増えて、まあ、コロナ禍っていうのもあったんですけど、なので、環境自体がすごく変わって、だけど在宅ワークだと本当にパソコンと向き合ったりするような環境の中で、やっぱり、まあ、ミノリアに来るとお客さんと会えるみたいなところが、まあ、増えてきて、接客業はずっとしてるんですけど、やっぱりその、大きな、館の施設の中とかで働いてるとは、やっぱり違くて、なんか家で迎えるっていうような、なんかそういうやっぱり別の環境の接客業みたいなところが、なんか自分自身を優しい気持ちにさせてくれるというか、やっぱりその、バリバリ働いてるのとはまたちょっと違うかなっていうのがあって、なんか、お仕事というよりかは、生活の一部みたいな感じで、お客様をお迎えする環境が今はあるなっていうのが。ちょっと10年っていうので振り返ると難しいんですけど、うん、今後はやっぱりそうですね、野田市にお住まいの方でもまだ実り屋を知らない方とかも多くいらっしゃって、この間、うん、野田の夏祭りに中村商店さんの前で一緒に出店させてもらった時も、あ、そんなお店があったんですねっていうところで、それ知っていただくきっかけをいただいているので、野田の方も含め、野田の近い方も含め、県外の方とかも含めて、まあ、少しでも知ってもらって、行ってみたいな、みたいなお店になれたらいいな、というふうに思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、ゆうのさん。はい、10年。10年で言うと、まあ、一つは独立したっていうのが、きっと、うん、あとは、まあ、子供が生まれたっていうのも、まあ、この10年以内、ね、自分の中で大きなことですね。ので、まあ、独立して、やっぱり、前の話でもしたように、自分の料理、まあ、もしくは自分の表現っていうものがどういう形でできるんだろうか、みたいな部分は、独立してさらに考えるようになったし、じゃあ音楽はどうだろう、みたいな部分もより考えるようになってきた。っていうのも、どちらもこう行ったり来たりしながら考えていく中で、うん、まあこっちで考えてたことがこっちでも共通するな、みたいな部分が出てきたりとかっていうのは自分の中でも発見であって面白いなと思って。で、あとはまあ子供が生まれたので、まあその子供たちに何を伝えていけるだろうかみたいなことはやっぱりどうしても考えるんですよね。教育って部分とか。で、まあ日本の教育と、まあ、世界の教育という部分を比べたりとかっていうのも考えますし、うん、で、自分の仕事を通して何を伝えていけるだろうかみたいな結びつきもやっぱり考えるようになったし、
まあ、働くって何だろうみたいな部分、あの、根源的な部分もやっぱり考えるようになったし。そういう、まあ、より考えが深まってきたっていうのは、この10年で、自分にとっても面白いことだなと思ってます。はい。今後なんか、展望あります？今後ですか、はい、今後は、料理で言うと、やっぱり、最近その、やっぱり日本料理っていう風に言おうと決めたので、じゃあ自分が表現する日本料理って何だろうみたいな部分は、まだやっぱりつかめてないし、技術的にも追いついてない部分もありながら、その、多分、いろいろ食べ歩いてる人からしたら、いや、そんなの日本料理じゃないって言われるレベルだなって自覚はしてるんで。ただそこを、まあだからといってやめてしまうと何もならないから、叩かれながらでも、ちゃんと考えていきたいなっていうのがあって、なので、どう日本料理っていう部分を伝えていけるだろうみたいな部分は課題で持っていて、で、子供も今上が7歳で下が4歳だったりするので、これから小学校、中学校とかで、どんどんこう、ものが分かっていく年齢になっていくと思うので、まあ自分が分かったことなり、興味があることを、まあどうやって伝えていけるかなっていう部分と、押し付けたくないなっていう部分と、行ったり来たりしてるような感じですね。うん、今後としてはそこら辺が多分課題になってくるかなと思って、うん、今、曲がりでお店を出しているけど、はい、いつかは自分のお店をって思ってるんですか？そうですね。曲がりの面白さは当然あるんですけど、うんうん、やっぱり、物を持って移動しなきゃいけない。物理的な制約がどうしても出てきてしまうし、うん、料理はやっぱりデジタル上では伝わらなくて、うん、実際に食べてもらうしかない。そうしたときに、やっぱり自分の箱があればもっとこうやってできるのになとかっていうのはあったりするし、うん、曲がりやってると、お客様の反応としては、まあ面白がってくれる反面、いつかいなくなっちゃうんですね、みたいな部分はやっぱり感じるんですよね。自分がやっぱりどっか食べに行ったり、美味しいなと思って見つけたところって、なくならないでほしいなっていう気持ちがあるから、それはそうだよなぁと思うから、やっぱりその地域に根差した店っていうのは作っていきたいなっていう気持ちは、曲がりをやったからこそ芽生えてきた部分はあります。うんうん、はい。じゃあ、柿木さん、お願いします。はい。10年前は多分ギリギリ大学生とか、そのぐらいの。大学生、新社会人になるかもとして。もうなんか全部が違うとは思うんですよ、もちろん。まあ、でも、そんなに、まあ根っこの部分というか、根本的な自分の中で考えることっていうのはそんなに変わってない、10年前とも変わってないとは思うんですけど、この10年の中でお店を始めて、その捉え方だったりとか、その自分受け止めたものを外に出す時とかの多分表し方っていうのは全部が変わったんじゃないかなぐらいの、そうですね、変化が。自分、の中の変化はすごく大きかったんじゃないのかな。お店を始めたことによる、はい、大きいと思いますね、それは、はい。今後、まあ今やりたいこととか、今後の展望とかってありますか？今後の展望、今年始めたことなんですけども、はい、今年の2月からなんですけど、行商 CB パックっていうのを名乗って、うん、千葉県内のいろんなお店だったりとか、うん、カフェだったり、お蕎麦屋さんとか、コ、うん、ワーキングスペースとかを、1ヶ月間曲がりして、販売していた、委託販売みたいなのを、各地で今やっている途中なんですけども、それは、うん、まあ、2023年はそれをひとまずやりきって、2024年はもうちょっと、まあ、今年は千葉県内だけでやったんですけど、それを県外とかに広げていけたら、また面白いのかなみたいな、うん。CB パックを東京だったりとか、まあ、まずは関東近県とか、そういうところに、うん、まあ、ポップアップ的な感じですけど、持っていって何か見えてくるものがあるんじゃないのかなみたいなのを考えてます。京成大久保はないですか？声がかかったところに行くっていう。そうです、そうです。声をかけていただいたところに、まあ、その1年かけて回ってるっていう。1ヶ月っていうのはなんか、はい、決まりがあるんですか？いや、ね、特にはないんですけど、まあ、1週間から1ヶ月の間で選んでくださいみたいなのを打ち出すと、大体まあ1ヶ月やってくださるとこが多いので、1ヶ月ってなってますね。なんか面白いの。お店を持ってる人たちは、これからちょっとどっかに出てイベント
やったりとかっていう感じのことを、ぬるやさんも、シリパクさんも言ってて、この間私が、アイスクリーム屋さんに行った時も、これから、そうやって、ちょっと他のところに行って、やってみたいみたいな感じで、おっしゃってたんだけど、ね。逆ですよ。逆ですね。面白いですね。確かに。じゃあ、もう最後、ほんと最後に、一言ずついただいて終わりにしたいと思います。はい。山さん、お願いします。はい。こんな感じのミノルヤですが、ぜひとも遊びに来てください。お待ちしております。じゃあ、直美さん、お願いします。はい。新作の焼き芋プリンをはじめ、冬は焼き芋のシルクソース人気だったし、ご好評いただいているので、秋も冬も。夏も春も春夏秋冬でいつでもお待ちしてます。じゃあ、栗原さん。はい。まあ、野田市っていう場所がずっと住んでた自分からすると、キッコーマンと清水公園しかなかったみたいな場所だったりする場所が、今、こうやって各地で面白い人たちが集まってくる場所になったっていうのは、僕としてもすごく面白い場所で、でもまだまだ知られてないと思うので。まあ、野田市っていう場所が面白くなってきたっていうのを、知ってもらえたら嬉しいなと思っています。じゃあ、かきのさん、お願いします。はい。ミノル屋さんだったり、そうですね、海野さんとかに来たときは、CB パックも寄っていただけたら、ありがたいと思います。お願いします。斉藤さん、最後、バシッと。そうきましたか、締めてください。こうやって、野田市の会なんで、はい。みんな、野田に来てね待ってるよ。斉藤さん、俺お店やってないわ。斉藤さん、自分のほら展示会の、はい、お知らせを。ありですか。いいですよ、もちろん。じゃあ近々には9月の12日火曜日から松屋銀座で、銀座手仕事直売所、こちらに今年も出店しますので。みんな銀座に来てね。あれってさ、ちゃんとさ、千葉、千葉とかで、ね、あ、そうなんですよ。必ず、こう、県名が書いてあるんですね。そうなんです、そうなんです。まあ、日本全国からいらっしゃるんで、出身というか、県は記載があるんで。うんうんうん、ね、まあ、千葉を背負ってるのね。いや、とはいえ、まあ、もちろん他の、千葉の方いらっしゃる。なので、まあ、そちらもチェックしてもらえると、ありがたいかなって思います。はい。はい。では本日は貴重なお話の数々どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では今回はこの辺までにしたいと思います。よろしければ番組のご感想を寄せください。メールや SNS はもちろん、郵送でのおはがきなども大歓迎です。 Twitter の場合はハッシュタグニワノアラジオをつけてつぶやいてください。それと過去の開催時に作ったニワノアステッカーがありますので、ご意見ご感想と一緒に、希望の旨をお伝えいただければ差し上げます。こちらは在庫がなくなったら終了となります。またこのポッドキャストは Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Podcast などでも聞くことができますので、そちらでフォローなどをしていただければと思います。